しい冒険にしよう。すごい熱気だ。頼みがあるんだが。ありがとな。
ちょっといいか。
ホランシュール。ああ、また黒の子は探しか。カイトを助けるためにちょっと回り道したっていいじゃないか。なんか言った？なんでもないよ。ブツブツ言ってないで、さっさと黒のコアを探しなさい。さあ、気合い入れていくぜ。聞きたいことが。オッケー。見事だ。Thank you.
見事だ。
あ、誰かモンスターと戦ってる。シノさん、もうダメだよ。サビ、諦めないで。レーダーに反応。あの二人のどちらかがクロノコアの持ち主だわ。時よ、彼女たちを助けるのよ。早く。ありがとう。もう少し遅かったら私たち全滅してた。時を、彼女がクロノコアの持ち主よ。この人が。ん？あ、俺は時を。私はシノ、この子はタビ。初心者です。ギルド？サークルみたいなものよ。彼女たちは同じギルドのメンバーみたいね。そうだわ、あんたもギルドに入れてもらいなさいよ。彼女と同じギルドで一緒に行動すればクロノコアを入手するチャンスが増えるわ。時をどうかした？俺も君たちのギルドに入れてくれないか？あなたが
私たちのギルドに？いいわ、タウンに戻りましょう。ギルドマスターに会わせてあげる。これくらいは余裕だな。ギルドマスターは幕姉の橋の近くにあるアットホームにいるわ。アットホーム？ギルドに与えられるプライベートルームのこと。ふーん、部室みたいなもんか。さあ、行こう。こっちだよ。この建物の中に入って。ここが私たちのギルド、黄昏の旅団のアットホームだよ。へえ、こぞっぱりしてて居心地の良さそうな部屋だな。シノたちの他に PC が3人いるぞ。シノさん、遅かったじゃないですか。誰？では、時を。黄昏の旅団の入団希望者なの。入団希望者？物好きな奴がいるのに呆れ、自分もそうだってことにびっくりだな。紹介するわ。この人が咲坂くん。それであっちの奥にいるのが長谷尾くん。よろしくね。どうも。ね、咲坂さんは私の師匠。このゲームのことをいろいろ教えてくれるの。で、あっちの長谷尾はヘタレなの。入団したばかりだからまだ何の役にも立たないの。な、そりゃお前もだろうが。そして奥にいるのがオーバン、このギルドのマスターよ。シノがここまで連れてきたということ、それ自体、君が有望だという証になる。いいだろう。黄昏の旅団入りを認めよう。やったじゃん。よろしくね、トキオ。俺たちの目的は、伝説のアイテム、キーオブザトワイライトを見つけ出すことだ。キーオブザトワイライト？リアルだろうとゲームだろうと、手に入れた者の願いを何でも叶えて、一部じゃディビジョン1の頃から存在が囁かれてた噂の超レアアイテムさ。オカルトみたいだ。そんなの本当にあるのかよ。ある。あるという前提でこのゲームを遊ぶ。これが俺たち黄昏の旅団だ。以後のギルド活動はシノがメールで指示を出す。本日はこれで解散だ。時をか。なぜ彼を連れてきた？うまく言えないけど、彼、私たちのことを助けてくれるような気がしたから。そうか。彼らの世話は君に任せる。よろしく頼む。
開。サイカちゃんの指示通り、なんとか黄昏の旅団メンバーになれたぞ。ひとまずグランホエールに戻ろう。Thank you.
キーオブザトワイライトか。リアルだろうとゲームだろうと、手に入れた者の願いを何でも叶えてくれる。一部じゃリビジョン1の頃から存在がささやかれてた噂の超レアアイテムさ。リアルだろうとゲームだろうと願いを叶えてくれる。ねえ、くだらないオカルト話よ。そんな都合のいいものあるわけないでしょ。あ、サイカちゃん、もしそんなのがあったら私だって私、シノに関する情報を集めてくるわ。お風呂にも入りたいし。ん？サイカちゃん、今なんて言おうとしたんだろう。まあいいか。シノのメール通り、マクアヌのカオスゲートに行こう。マクアヌのカオスゲートに行けばいいんだな。よ、シノは？シノさんはアットホームで待機してる。これあ、そうなんだ。まあいいか、よろしくな。はせよ。よじゃねえよ、はせをだ。じゃあこのエリアの調査に行くぞ。よし、マクアヌのカオスゲートからドルドナへ行こう。よし、ここのカオスゲートからエリアへ行こう。準備はいいか？行くぞ。らしくなってきた。
ちがわかるじゃん。オッケー。上だ。登り
どうだ。オッケー。ありがとな。Thank you.
勝。俺ってやっぱ勇者だよな。いい感じじゃねえか。